いいですか、今宵最後のパフォーマンスになってます。いいですか皆さん、最後ですよ、盛り上げていきましょう。まだまだ元気じゃないですか、もっと元気見せてください。ありがとうございます。さあ、名古屋城拠点に日々戦場を駆け回ってくださっております。何が間違ってないでしょう。この名古屋城からですね、皆さんに名古屋 PR してもらって、そして多くの皆さんがこの名古屋城に来た時に元気を与えてくれてます。この方がいないと始まりません。それでは応援よろしくお願いいたします。名古屋をもてなし武将隊の皆さんです。どうぞ。皆様、新年一発目にしては声が小さいですと、今一度元気な声をお願いいたします。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。拙者名古屋おもてなし武将隊神笠隊の和之助にございます。弥太郎にございます。武将の方々をお助けするため、津々浦々の戦を東へ西へ、我ら縁の下の力持ち、名古屋おもてなし武将隊神笠隊、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあさあ、弥太郎よ、2018年迎えてまいったの。お、明けましたの。明けましてまいって、これよりは我ら名古屋おもてなし武将隊2018年の一発目の演舞でございます。お、初めての一発目の初演舞だからの。さよう、全く一緒のこと言ってるけど、勝ち戦にしたいの、これはの。そうじゃな、勝ち戦にしてまいりたいんじゃ。さらにはですね、皆様が2018年より良き1年を迎えれますように、やたろうや、例のあれやってまいろ。勝ち時じゃな。さよう、勝ち時。皆様、勝ち時知っておりますかの。あ、知ってますけども。じゃあ説明して欲しいかの。おいおい、どうしたんだろし。そうじゃの、勝ち時とは、今和之助が言ったようにの、勝ち戦を願ってあげるものにございまする。右手の拳を大きく掲げ、えいえいおーえいえいおーえいえいおーと三度声を上げるものにございまする。皆様にはこちらのえいえいおーというのをやっていただきたいので、右手の準備お願いいたしまする。さあ、それでは皆様、元気な声でえいえいおーを三度お願いいたします。お願いいたしますぞ。2018年がより良きものになってまいりますよ。元気な声お願いいたします。勝ち時じゃそれえいえいおーえいえいおーえいえいおー、ありがとうございます。我ら名古屋おもてなし武将隊は400年前よりよみがえりし者の集団。本日は現世という戦国の世を生きる皆様方に、たくさんの元気とありったけの勇気を精神誠意お届けする所存でございます。世は太平なれど、その暮らし楽にある。民は必死に生きております。その様は400年前戦国の世と何も変わりません。故に方々はよみがえる。清正、ここはどこじゃ。戦場にございます。ここは桶屋様か。違います。ここは三方ヶ原か。違います。では刑事、ここは長篠か。違うぞ。ここは関ヶ原か。違うぞ。ではどこじゃ。日の本の国、平成の世の合戦場にございます。面白い。皆の者、出陣じゃ。おー、さあ、皆の者、新年明けます。
写真を撮れ。花のごときその生涯、風のように流麗なること、文化無人の鏡なり、天下御免の歌舞伎者、前田健二。全力くるるるるるさあ盛り上がっておいた。さあお前たち、インスタ映えする写真は撮れたが、声が聞こえんな。撮った写真は後で拡散いたせな。信じる道を貫け。さすれば笑顔の桜が咲き誇る我が人生のようにな。我こそ天下御免の歌舞伎者、前田健二。いやほー、秀吉様に生涯を尽くし槍を振るい続ける男、忠義を尽くして城を築く加藤清正。拍手はそんなものか。大きな拍手じゃ。上出来じゃ。我が相棒大尺くるげりまたがれて悪鬼尺を打ち合い、虎打ち渡せしこの槍で明るきを切り開く我加藤清正、天下無双が生まれわしがもらい受ける。大奥を接し文武の将、織田家先方にして加賀前田家当主、前田利家。民のため、家のため、天下のための槍となる戦なき世が来たるまで世のごとく先人となり進むのみよ。この織田家が一番槍、前田又左衛門と支援なり、せえ。皆の者、我らの前で皆を鼓舞するのじゃ。おThank you.
幸いじゃ。勝ち続けをあげよう。はっ。2018年明るき新年を祝って勝ち続けじゃ。それえいえいあえいえいあえいえいあ。我らはここに見え、我らはこの時代に生きる皆の声を聞いた。必死に誰かを幸せにするために戦い続ける皆の声を聞いた。だから我らはここに見え、どんなことが起こったとしても共に苦しもうではないか、共に悩もうではないか、共に喜ぼうではないか、共に楽しもうではないか、共に生きようではないか。我ら名古屋おもてなし事務所隊参る。